こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの本です。ゼロベース思考というこの一冊になります。でこの本はこのタイトルよりも元々の原書のタイトルの方が分かりやすいんじゃないかと思いますが、フリークのように考えようというタイトルが、元々のタイトルになっております。でそのフリークというのは何かと言いますと、常識にとらわれない人というような意味のようです。ということでこの本の中では、いかにこの常識とか、今世の中では正しいとされていることに、自動的に機械的に従ってしまうと失敗してしまうというようなことが、注意点やあと実例などを豊富にたくさん述べられていまして、その実例が非常に面白いので、単に読み物としても、学びになりつつ、そして気づきの多い一冊なのではないかなと思います。そして個人的にはこの本の中で述べられている、聞く耳を持たない人の5つの方法、注意点というものの中の5つ目の物語を使うというところが非常に面白いと感じました。そしてこの本では、もううまくいくと分かっていないことは勇気を持ってやめようということが、最後に述べられていましたので、ぜひ興味のある方は読んでみてください。以上です。